ごちそうさまです。ごちそうさまです。さあ、ここが、俺たちの、居場所ですよ。まあ青空ね、めちゃくちゃ土手やけどな、すげえ、気持ちがいい場所です。そうですね。でもまあ外ではあるものの、そこだけ、まあ考えなければ立派な収録場所として、いや、いいんちゃう、いいなと思って。まあでもたまに人の声入るけどな、俺は自分自身が好きだってさっき少年が言ってたよ。さっきさ、まあそれは別に入っても問題ない。自転車漕ぎながらさ言ってたやんか。ここでもさ、通ったやつがまた通るな。さっきの犬のおじさんもそうやけどさ。ああそうやね、何回も通る、ね、あの少年もそうやし、そうやね、あの少年もさっき通ってた。2回ずつ通るな、みんな。そうやね、往復して、何しに行ってや、何もないからなって。またでも汚なる場所なんちゃう、ここ。そうか、早いな来るの。まあ、40分ぐらいで来てたのかな。癖なるのよ。そうかそうか、まあ確かに癖なるよね。癖なる。我々も近所住んでたら癖なってると思う、いやでもこれまあそうですね、まあ、僕も久々に来ましたけど、まあここたまに来てたんで、本当にいいです。まあここででも、4つ目のね、拠点となるわけですけど、我々で言うと、そうですね、スタートがね、大阪はオフィス街、私の住まいの、そうやね、一番レトロ系おしゃれマンション、偏僻な6畳の、もうちょっと広いわ場所でしたけど、6.2 畳のね。6.2 畳あったか。 5.8 じゃないよ。いやいや、あるある。しかもあれ、あそこなんかその、押し入れが2つあってさ、巨大押し入れが、押し入れも開放してたやん。開放してた、ね、そうそう、押し入れも完全に襖取って、でその分ちょっと部屋広くしてたやん、そこを机っぽくしてさ、そうやね、なんていう、なんていうけなげな。まあね、6畳の使い方、けなげっていうか、それ。まあちょっとでも広く、ね、使いたいからっていうので、っていうとこから始まり、2つ目の事務所はね、本当に綺麗な事務所でしたね、あそこは。そうですね、綺麗ないい事務所でした。こんな値段でここ借りれんのみたいな。あ、そうやね、そうだったよね、めっちゃ安かったよ、ね、安かった安かった、安い、ほんまに綺麗で、おしゃれ、おしゃれやな、めっちゃおしゃれな部屋、そうやね、あれ倍ぐらいすんじゃないの、なんやったら思われそう、そうねって言われても、そうですね、で、まあ、全面ガラス張りで、ね、そんな広くはないもののさ、でも15畳とかそれ以上あったかな。そうですね、1回友達来たんですけど、まあ、僕の友達ね、そっちは知らないんですけど、僕の友達1回来た時に、ぶったまげてましたね。嘘つけおいと言ってました。見くびられたもんやな。綺麗でさ、てめえが、てめえがおいって胸ぐらつかまえそうになった事務所ですね、あそこ。いや、やっぱり 5.8 畳とか 6.2 畳がお似合いですよ。そうですよね、そうですね、だから、よく僕も当時、仕事もね、あそこでそのリモート、その収録したついでにそのまま仕事して帰ったりとかしてたんで、まあそのリモートで、会議とかあって映ったりするじゃないですか、なんせ柱もさ、なんかおしゃれだったの覚えてる。覚えてちょっとレンガ調やったね。そうそうそう、だからそんなんとか映って、で、全面ガラス張りとか、なんかな。ラブホテルおるって思われ。そう、どこお前みたいな。まあ何回も言われた。まあそうやろ、確かにね、背景がね、ちょっと良くなっちゃうっていうリモートやと、っていうのはありますね、っていうのの、2つ目、2代目がいて、代目がいい。ただまあそこもね、ちょっともうどうしてもね、その家賃は安いのに駐車場が激高というね、というね、事情があって、そうですね、家賃ちゃうかぐらいの駐車場や、代やったんでね、のと、まあちょっと揉めたりとかもしてね、管理会社とずっと管理会社とずっと揉めてた。最後の方、そうですよね、っていうのもありまして、で3代目がさ、3代目もこう実はもう3つ目やってんな。3代目も1個目の物件契約決まって、さあ契約して住もうと思ったら、ダメですってなって、やっぱなしになりましたって覚えてる。あー、覚えて覚えて、ほんまやな、なんかめっちゃ変なところやったやんな、なんか個性的な、そうやんな、そうそうそう、で2つ目のところもなんかギリギリまで行ったのにダメになりました。あ、はいはいはい、覚えてる。いや俺でも1個しか覚えてない、個性的な方しか覚えてない。1個目は
1階が駐車場、うん、駐車場4台置ける駐車場、あ、そうやんな、うん、で上そこの上に、うん、なぜか平屋みたい一軒家が あったよね。コンクリートで固められて、うん、そこの上になんか普通の木造の古い一軒家が建ってるみたいな、うん、変わったの、うん、そうですね。そうで2つ目は、うん、置いてないが民泊施設で、うん、2階が、あ、思い出した動物の名前や、うん、動物の名前、そう動物の名前の物件、そうやな。ほんで見に行った時に、うん、俺があの別の誰かと間違えられたんや、主婦に。覚えてる？あ、そうそう、うん、何やにくんって言われて、うん、で知らないふりして、いや知らないふりとか違ういやなるよなるよいや違いますってはっきり言ったよ。え、何々くんでしょ？違いますって言いましたよ。そうですね、分かんないですけどね、はいはい、思い出した、いや何々くんではないよ俺は。いやだから昔の恋人かなと思って見てたんですけど、はい、違いました、ね、ちょっとびっくりしましたけどね、うん、っていうところで、はい、そこもなんか契約まで行ったのに手付金まで払ってんのに、はい、そうやったっけ。そうなんですよ、うん、でダメになって、はいはい、なんかもうあの別で進んでてみたいな、さっきそっち決まっちゃったんですけど、わけわからん、嘘なと思うんだけど、あ、まあまあまあ、はいはいはい、ちょっとでもあることなんかもしれないですね、ですかね、うん、はいはい、社長がうちうちでなんか決めちゃっててみたいなこと、ああ、なんか言ってましたね、うん、はいはい、嘘みたいな話です、嘘みたいな話ですよ、はい、うん、でなぜかその、はい、あの払い戻す、はい、向こうが払い戻すのを、はい、あのなんだろう、手数料、はい、振り込み手数料をこっち持ちにされるっていうので、うん、俺がちょっと綺麗すぎまして、それに対してはい、はい、いや別に数百円のことやけど、はいはい、そっちのミスで手付金取っといて、はい、それを返すのは当たり前じゃないですか、そこでなんて手数料こっち持ちやねんって勝手に振り込まれてて、前の手数料分も振り込めって話、うんうん、ふざけんなよっていう、っていうかまあ手数料そっちで持って振り込めばいいやんっていう、っていうので揉めるというのがあって、でそこから無事に一軒家、そうですね、はい、まあ、ここは使わんかったな、まあ、使わんかった。でもめちゃくちゃいい、なんかあの本当にね、高速の降り口が近かったし、うん、めちゃいい場所やなと思いましたけどな、ね、そうなんですよね、使いそうやなって思いましたよ。まあ、使わんかったな、まあ、使わんかったな、まあ、ちょっと時期的になんかね、なんかいろいろ重なってね、使わんかったな、そうやな、うん、うん、まあ、俺ずっと自分家の改装してたわ使えなかった、だって家がないんだもん俺家が売れちゃったんだもん途中で、 あなたの元々持ってた、もともと持ってた家が売れちゃったから、もうあっちの家住めるようにせなしゃあない、1代目がな、そう1代目改装したとこね、そうそう、だから2代目に、そう2代目中途半端な屋根なしの2代目に、屋根あるよその時、ね、あるか、うん、やけど、まあ、2代目を住めるようにしなきゃいけないから、扉なしのずっとやってたよ、そういや、そうかそうか、ああ、まあそういうのもあったよ。でもで4代目が正真正銘の外ということで、ね、はい、そうですね、今完全に外ですね、まあでも気持ちいい、はい、いいね、ちょっとありやなって思います。そうですね、もうここでもういいんじゃないですか、雨の日は傘差して収録したら、そうですね、犬も多く通るし、そうやな、あの犬さっきのおっちゃんが連れてた犬と同じ犬ちゃうか、人が変わってないなんで散歩する方のジジイがパパイな犬一緒、人が変わって犬一緒ちゃうか疲れすぎるでしょ、ちょっと似てるね、まあ、犬って全員似てるもん、ね、似てるもんです、ああ、犬は全員似てる、全員ってなんや、同じ種類やった、ああそう、芝っぽい感じ、はいはい、割と似てるなって感じしますよね、うん、そうですね、はい、あ、ちょっとね、うん、あの甥っ子のバスケの試合見に行ったんですよ、初めて、甥っ子高校2年生なんですけど、うんうん、もうええ年やな、もうめちゃでかいっすよ甥っ子、うん、甘えんなよ、あ、でも甘えてないよ全くめちゃでかいですよね、バスケやってて187センチあるんですよ、7センチ187、あー、すごいね、でかいやろ、でかいよそれ、でかい、いや座ってて、うん、まあいつも飯食ってて、なんかこう座ってるからさ、うん、なんかこういつもなんかこう思うねんな、なんか座ってる時はなんかいつも思うよ、いつももう立ってなんか俺より低かったらいいなって思う。ああ、まあもう、また帰りにいつもこう負けを思い知らされる、うん。そうですね。めっちゃでかい。というかまあ、うん、そう、すごいでかいやん、うん。家もあるしな。あ家もあるし、背、うん、もでかいし、家もあるよ俺。でもある意味あれやろ。ある意味っていうわけじゃないけど、うん、あの別にまああのもうはっきり言っちゃうけど、うん、兄貴の子供やろ。そう、え、そうやで。うん。うん、なんやねんそれ。いやだからはっきり言っちゃうけど、だから兄貴がでかいからじゃないのそれは。ああ、兄貴はね、うん、でもね、あの別にでかくないの、俺とあんまり変われへんのよ、うん、でもでかいんじゃないの、俺と変われへんっていう言い方は下ではないんじゃないの。
あまあ俺より2センチ1センチでかいぐらいやな。お前178とかちゃう。なんか180って言ってんねんけど、並んだら分かんねんけど、178ぐらいや。あれ俺ら世代の1センチ2センチは子供になった時に10センチ20センチになるよ。その違いはその下の世代にはそうですか。そんな大きい。そういうことですよ。だってほんならいやいや俺そう180センチのやつほんなら俺より50センチでかなるやんか。そうやね。2メーター25やん子供世代で言うとね。そうか。でそういうもんなんじゃない。だってなんか昔よく聞いてよ、あの、うん、うちの親がさ100、母親が163センチぐらいなんですけど、あなんかその時代の女の人にしてはでかいねみたいな言ってたから。そうなんですよ。163、今で言うたらお前のおかんは183とか言って。そう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 、高っ。だからその下その俺、息子である俺はそれをめちゃくちゃ受け継いでるんですよ。ちょっと低い方ちゃうの？ん？ちょっと低い方や。いやいや170、まあ1から2ですよ。いやだから分かって、一番高い時でも172ですよ。だからちょっと低い方やん。一番高い時で172はほんまちょっと低い方や。でも平均は173ぐらいじゃないかと踏んでるんで。いやだからちょっと低いと思うんですよ。いやまあそれやったら低くはないでしょう。そうですか。普通と言ってもいいんじゃないですか。いやまあ普通と言ってもいいですけどね。で弟がね、あの172ですから。いや低いよちょっと。兄弟揃って兄弟揃ってちょっと低いよ。親父が150代ですからね。そうですか。親父がちっちゃちっちゃ。おかんの子でよかったなお前ら。だからめちゃめちゃ受け継いでるんですよ。ありがたいね。受け継いでるでしょ。なるほどね。受け継いでるね。ちょっと急激な、はいはい、あの、うん、進化を遂げてます、はいはい、すげえな。ちょっとなんかでも足して2で割れてる感じするね。そうです。その感じはだからよかったやん。よかったよかった、うん、母に感謝やん。感謝です。偉大なる母。偉大なる母や。なるほどね、うん、でもうちの甥っ子もあのお母さんが大きいのよ、うん、まあ言うたら姉になるけど、うん、170だ。俺と一緒ぐらいあるんです。ありますね。ほんまに175か6ぐらいある。すごいね、うん、それはヒールなしで。ヒールなし、スニーカーでっていう感じです。すごいね、うん、いやだからめっちゃ高いから。だからそれとうちはにもちょっと高いから、うん、だからあの187のお子が生まれたという。それはね子供掛け算でな、はいはい、行くやろうな。そうやね、うん、そうそう。いやだからそんな感じやったんですよね。そのさで、うん、見に行く前日に家族で飯食ってたんですよ、うん、で家族で飯食ってて、うん、でそこに前あのラモスの友達の話したと思うんですけど2週連続でラモスの友達の話は NG。 ラモスの友達がそれはめちゃめちゃ重要なの。ラモスの友達の話2週連続ですなよ。頼むわ。ちょっと続きがあるのよ。ラモ姉ちゃんには去年先週せえよそれ。だからラモ姉ちゃんと飲んだ、まあまあ飯食って飲んでみたいな感じにはなったんですよ。なんでまあ甥っ子がいて、はい、そうラモ姉ちゃんは結構ミーハーなのよ本当に。おばちゃんやろラモ姉ちゃん。ラモ姉ちゃんはおばちゃん。ラモおばちゃんって言っていいよ。ほんなじゃあラモおばちゃんはミーハーなのよ。めちゃくちゃいいよ姉ちゃん。でもあなたかそれ姉ちゃん。そうそう俺がまあ姉ちゃんって呼んでるから、ね、呼んでるからまあ姉ちゃんなのよね。そりゃそうよ、まあ、で甥っ子はちょっと遅れてきて、うん、で甥っ子遅れてきて、で甥っ子は187センチあって、うん、結構かっこいいね。おシュッとラモスより、ラモスより断然かっこいい。いや分からんよ。でもそれは国によってはラモちゃんっていう方がかっこいいかもしれないけど、うん、おいっ子結構かっこよくてシュッとしてて、うん、だからラモ姉ちゃんが割とわーってなるというか、うん、結構テンション上がる感じなの、うん、でラモ姉ちゃんは割とミーハーな上に結構よう喋るというか、うん、結構爆裂に喋る人みたいなおばちゃんで、はいはい、っていうようなイメージで、まあまあいていただいて結構、まあね、うん、ラモスもそれにやられたわけです。そうそう。でもミーハーで明るいから人脈めっちゃつく、うん、あなるほど。だから実はラモス以外にもタレントめちゃくちゃ映ってる、ね、ラモスガールズの一人ではないんや。ではないのよ別に。ラモガールズラモガールズなんかいないよ。そうかそうか、はい、実は他にもラモちゃんに失礼なこと言うなお前。失礼なんかいそれは分かんなかったよ。あいやそうではなくお前の方が失礼っぽいけどな。ラモスにガールズはいないんだよってどっちが失礼やねん。ラモガールズはいないやろ。あそうですか。いたのそんなの。いや分かんないです、はいはい、だから、はい、で旦那さんも、うん、俳優さんで、うん、で結構有名な作品とか出てるような人なんですよね、うん、でだからなんかこうでラモ姉ちゃんは割とミーハーな人やから、うん、だから結構そのなんというか写真とか見たらタレントさんがいたりとか、うん、そんな感じはあるんですよ、うん、でまあミーハーやからこうイケメンに結構テンション上がって187センチイケメン。関係ないよそれ。いや関係あると思うな、あの感じは、うん、ちょっとね、へーってへーってあーかっこいいみたいな、うん、いやもうキャーみたいな感じになってる、ねうん、一人
人キャーみたいな感じ。いやだ男前やないのって感じですか。いやもうちょいテンション高い。もっと上。いやでも関東の人やから、うん、もうちょいそのなんかキャピキャピしてる感じ。関東の人がいる。関東の人、うん、もうちょいキャピキャピしてる。友達に関東人おるんかい。おるよ関東人おるよ。おらなそうやのに、うん、その旦那さんの俳優さんに大阪弁教えてよって言われたよ、うん、今度大阪の役なんだよねって言われた。うるせえよ仕事やろお前それが、うん、でまあだからすげえキャピキャピしてる感じやな、うん、もうちょっとだからで甥っ子に対してそんな感じというか、うん、でバスケの試合見に行きたいと。うん、いやそいつのねラモ姉ちゃんもね、うんうん、ラモ姉ちゃんも関東人やのに。そうそうバスケの試合見に行きたいで、うん、4泊するからみたいなしすぎやろ。めっちゃ泊まんのよ。でうちの実家泊まってんのよ。衝撃やな。衝撃でもないやろ別に、うん、衝撃場のでも衝撃場がずっと繰り広げられてるラモ姉ちゃん。そうですか、うん、おかんぐったりしてたもん。ああそうか、はい、おかんまともやもんな。おかんは割とまともですよ。全然まともやけどぐったりしてた、うん、おとんはねまともじゃないか。そうですね掛け合わせがなんか逆に悪かったりするんですけど。そうかそうか、はい、うん、で甥っ子の試合見に行って、うん、だから初めて見たんですよね、うん、バスケの試合だから、ちょっとそのラモ姉ちゃんも来たいって言ったから、うん、俺はもともと行く予定やったんですけど、うん、甥っ子の試合見に行くのをだから、ラモ姉ちゃんもちょっと連れて行くみたいな。あ、はいはい、ラモ姉ちゃんとおかんも、くる運転して連れて行くみたいな感じになって。あ、何に運転してんねん。いやだから、2人を乗せてやん。あ、お前が運転してんの。そうそう俺が運転してっていう感じで2台に乗せてね。え、2台に乗せてな。2台、いやまあそれはもう実家の車で行った。あ、そうなん、うん、ちゃんとした。さすがにそれさすがに8万円乗り換えて、うん、なるほどね、実家の車で行って、うん、 そうだね、それは恥かかしたらあかんからね。プリウスよ甥っ子にもな、まあ、甥っ子にもなせやな、うん、石投げられ高校生に見つかったら終わりやから。お前の背番号8番にせよなんで8番ってバレんねん俺の車速攻でなんで甥っ子をいじられて8番になんねん結構それでも強豪校なんですよ。すごいね。で、高校1年の時からレギュラーなんです、うん、すごいな強豪校で1年でレギュラー。そうすごいやろ、うん、でだから、全国大会に行けるかどうかぐらい、うん、5人しかおらんねんで、バスケバスケ5人、うん、そうそう、だからベンツというか、うん、その応援してるやつらがめっちゃいるのよね、うん、やばいな、やばい、結構やばいところで、ディフェンスディフェンスって言ってたその感じのこと。あ、そっち側じゃないんや。じゃないじゃない、だからそのディフェンスする側やで、ガチで高校の名前文字ってなんか応援歌みたいな、はいはいはい、いいね。そうそう、で強そうやな、それを、まあ、出場する側っていう感じで、うん、いてて高1からそうだよね。高2になったから今まあ副キャプテンみたいな、うん、高2で高2 で衝撃やな。まあでももう3年引退するからこの今回の大会が終わったらっていうので、まあもうすでに副キャプテンが決まってるみたいな状態にはなってて、だからなんかかっこいいのよね、うん、でもうみんな見ててんけど、うん、まあ家族兄弟で見てて、うん、でまあ真ん中の兄、まあだから2つ年上の兄の息子になんねんけど、あ、はいはい、で2つ年上の兄がいたから、うん、で一緒に、2つ上の兄も運動神経良かったんじゃないの。そういえば高校がサッカーのでなんか全国大会行った高校行ってたな。えぐいやん、うん、結構だからでサッカー部ではなかったんや。サッカー部やで、ね、じゃあすごいやんか。そうやな、うん、中国地方の学校に行ってるから。あ、すごいね、はい、そうですね、それでサッカー部じゃないとこそこ行かないサッカー部、いやいや別にテニス部かもしれん。あ、そうか、うん、でもサッカーが有名ってとか。サッカーが有名で、そうです、サッカーで行ったんや。すごいすごい、俺とほぼ同じ。お前もだから、ね、サッカー強豪校やん、ね、はい、サッカー部ですから地元の、はいはい、で奥さんはなんかボートかなんかで全国1位になってるんですよ、うん、だから結構スポーツ強いみたいな、はいはいはい、家族なんですよね、うん、うちの、2つ上の兄はね、うん、で兄と初めてでもバスケの試合見に行って、うん、初めて知ったけど、うん、バスケって、うん、時間進んでない時の時間めちゃ長いね。うん、そうだね、知ってる知ってる、やってたから俺中学バスケ部知らんやろお前は。知ってんねんそれ。その域まで達してないよ。達してるよ別に。あれだってその時間流れてない時の時間長い時は結構考えるような状態というか緊張感走るような。だから秒で休んでいくからねバスケは。何秒とかちょっと息整えたりとか。あ、うん、そう、なんかもう結構止まってる時間が長い。止まってる時間だから本まで、まで計算してやらないやるからさ。あと残り何、はいはい、1点何秒とか。中学校の時やろでもそれ、うん、それ中学生でもそうやったんや。いやじゃなくてそういうもんやと知ってるってこと。あ、知ってるって、うん、別に俺はその土壌にはいないけど、はいはいはい、ずっとディフェンスディフェンスって言ってたやだけやけどさ。
羨ましいぞいいねおごん兄さん誰やねそれおごん兄さんって何やねおごん兄さん誰やおごんレギュラー5人よまあそっちの方やったわけですね、うん、まあでもあのほんまに初めて知ったというか、うん、こんな押すスポーツあるのっていうあの時間、うん、まあそうだね、うん、決められた時間こんな押すスポーツあるっていう止めるからね、うん、そのサッカーの場合はさ、はい、審判が時計で止めてるやん、はいはいはい、だからやってる方は分かってないやん、うんうん、あの実際の時計は止まってないから、あ、はいはい、ロスタイムって形で後で あのお返しくれるけど、はいはいはい、うん、そうですね、時間止まってだからフリースローなんかめっちゃ時間かけるやん、うん、そうやね、ね、うん、だからあのだからほんまあの最初にある時間の倍ぐらいかかるというか、うん、すごいなと思って、うん、ああそのそうやね、うんうん、そう最初に10分から入ってなんかこう9分59になっていって、うん、こう減っていくのの、うん、いや20分以上かかってるっていうような時がいっぱいあって、うんうん、まずそれにびっくりしたのと、うんうん、あと甥っ子が結構活躍してんけど、うん、あのゴールの真裏からの応援やったんですよ、うん、ゴールまあそれ結構あるんかもしれないですけど、うん、ゴールの真裏にこうなんかこう2階席みたいなところで、はいはいはい、こう段々になってるような感じの客席やったんですよね、うんうん、で、ゴールの真裏で、一番前は多分めちゃくちゃいいんですよね、多分めっちゃそのしっかり見えるというか、バックボードも透明なんですか、バックボードはあゴールの、ま、でもちょっと斜めからって感じやから、はいはい、一番前やとめちゃくちゃ見えるんですよ、うんうん、なるほど、だけど、4列目やったら、はいはいはい、4列絶妙に見えないんですよ、うん、おいっ子が187センチやから、うん、リバウンド取ったりとか、うん、なんなら一回アリウープっぽいの決めてたんですよ、うん、見たと思って今のアリウープっぽいやつっぽいやつって何、アリウープのアリウープってまあ言うたらあのパスを空中で受け取ってそのままゴール決めるというやつなんですけど、そうですね、それはそのまま空中で受け取って、はい、空中で受け取って、そのままゴール決めてたんですよ、うん、それが、ダンクではないとは思うんですけど、あ、はいはいはい、でもアリウープです、でもアリウープですよ、ね、うん、あ、じゃあアリウープや、うん、見たって思って、それ見えへんのよ、うん、ピーってなって、うん、点入ってんですよで元のちょっと戻ってみたいな急いで戻らんと、ね、うん、多分今の決めたよなみたいな、うん、兄貴と言ってて、うん、そうやなみたいな、アリウープちゃう移動やばアリウープちゃうかみたいな、いやもう人いっぱいやから、うん、ちょっとその移動するにもちょっと迷惑、その兄貴って親父、いや実の親父なんでやねん、あ、そう、あ、そうそうそう、その親父、うん、そうやな、俺実の親父のこと兄貴って呼んでないよって言おうとして今今ちょっとふざけられたんかなって、ね、じゃなくてふざけにもなってないでしょ、そうそう、甥っ子の実の親父、はいはい、甥っ子の実の親父そうそう甥っ子の実の親父で、うん、でおかんとその、うん、ラモ姉ちゃんちょっと離れた場所で見ててみたいな、うん、で結局試合は勝ったんすよ、はい、勝った勝った、うん、よかった、ね、よかったよかった、うん、いや本当に、あ、よかったねって、面目がね保てるもんね、そうだね、いや本当にギリギリの接戦で勝ってみたいな、おーすごいね、うん、でおかんとラモ姉ちゃんも機嫌いいですよ、うん、でうち来る、うち来たいって言って、うん、でうちってお前んち、俺んち、実家じゃなくて、じゃなくて俺んち来たいって言って、屋根ハウスかい、屋根、いやあるよ、だからだから俺が建てたやつやから、うん、見たいって、屋根ハウスな、そうそう見たいって、だからラモ姉ちゃんは、我々のことが、うん、まあ好きなんですよ、だから子供、甥っ子みたいにちょっと思ってる、一族、うん、そうそう甥っ子みたいな感覚でいるみたいな、血つながってないけど、ね、うん、っていうような感じなんですよね、うん、でうち来たいって言って、うん、でその日うち来て飯食って、うん、で帰りました、うん、で明日は、うん、その187の長身の、息子を持つ兄、うん、兄飲食店やってるんですけど、はい、兄の店に行くっつって、兄の店に、なんで大阪に来たかというと、姪っ子が、はい、女優さんなんです、誰の、誰の女優さん、誰の姪っ子ラモ姉ちゃんの、あ、今度はラモの方が、ね、そうそうそう、 あなたの姪っ子じゃなくてね、じゃなくて、はいはい、ラモの方のラモ姉ちゃんの姪っ子が女優さんなんですよ、で今とある舞台がその大阪でやってて、うん、で大阪で、見に来てるっていう、うん、なるほど、ことなんですね、で、その姪っ子連れて、じゃあ、その兄の店に行くわって言って月曜日にね、はい、で、行ったみたいなんですよ、はいはい、それはまあ、うんうん、なるほど、はい、で行ったと、で別にその話は聞いてなかったんですけど、うん、その翌々日ぐらいに、うん、なんか兄弟の LINE があるんですけど、兄弟と兄弟の奥さんが入ってる LINE、うん、6人ぐらいで入ってる LINE があるんですけど、はいはい、で、それがなって、うん、で、それが、その2つ上の兄が、うん、
からの LINE やって、はいはいはい、あのおれおれってやつですね。そんな着信音にはしてない、ね、そんな音にはしてないけど、うんうん、だから、でその店やってる兄が、うん、LINE 来て、うん、今ラモ姉ちゃんから、うん、ちょっと LINE 来て、あの連絡あって、うん、あのもう一回店には行ってるんですよ、うん、メイクと、うん、今ラモ姉ちゃんからその2日後に今ラモ姉ちゃんから、連絡来て、うん、ある女優の名前なんですけど、稲森泉か、え稲森泉、稲森泉より今はすごい。え当時の稲森泉クラス、マジでマジでめちゃくちゃすごい。当時の稲森泉クラスの女優の名前が2つ入ってるんですよ、うん、と姪っ子と、うん、3人で行って行ってきたみたいな、どこにあなたの家、え店に、そうそう、ラモ姉ちゃんからな、ラモ姉ちゃんから、はい、だから、そうね、そう、はいはい、だから多分そのラモ姉ちゃんの姪っ子が、その一昨日に行ってるから、はい、でその時に3人で飯食うってことになった時にどっか行ける店ないかっていうのが夜10時半ぐらい、うんうん、はいはい、ありますと、ありますと、カッパ大臣がやってる店がありますと。何カッパ大臣って。兄貴やお前、なんで俺は兄貴カッパ大臣、 ありますよ、 ありますよというので、ね、ラモ姉ちゃんに、兄貴の方に聞いてくれっていうので、うん、多分連絡行って、はいはい、で、なんかもう、なんやろうな、震えてるというか、なんでや、緊張してるというか、ホールちゃうやろ、お前の兄貴。お前、俺の兄貴は一応店主や、ね。じゃあ、ホールちゃうやろ、別に。緊張するのよ、きっと、ね。そうなんですか。めちゃくちゃ緊張するという、うんうん。まあでも、挨拶がね、おうぐらいはいいもんね。知り合いではないんか。いや、でもだから、その姪っ子は、その一昨日に来てるから、そうか、完全知り合いになって、ね、絶対ちょっと挨拶。知り合い済みや。そう、知り合い済みやから、多分めちゃくちゃ緊張してて、そうか、あーあーあーってなってんね、うん、やばいやばい。で、来ていいみたいなん来て、うん、みたいな。うん、で、あんまり食材ないけどって言ってんねんけど、何をちょっとハードル下げて、そうビビってんねん、もうダサいな、もうめっちゃビビってん、ハードル上げろ、もう、うん、あーってなって、うん、でうまくて顎外れんようになって遅れ、ハードル上げてな、ああ顎外れてもう帰れないよって遅れっていうなことやんな、うん、そう、絶対そう、もうでも分かるわというか、うん、ちょっとビビるのも、うん、当時の稲森泉クラス2人、ビビった時こそ、ああハードル上げないで。そうなんや、うん、そういうもんなん、そうです、まあ、生き方ですから、それは人それぞれ、ね、そうですか、はい、ああああってなってんだよね、うん、で、しばらくして、うん、流れたわって来て、ほらなるって、そうやって、だからホッとしてんのよ、ちょっと絶対そうなんねんって、その自信なくしちゃったらさ、ああ、うん、そうね、ああどこの店でも貸し切れるんやから、そんな人たち、そうやねん、バカやな、もう、ああ顎外れんで、ビビるで、ああ送れよアホやな、食ったことあるからラモ姉ちゃん、いやだから手言っといて、手言っといてっていうぐらいの、ああそうやね、来ますよ、来ますね、ああそうですね、ああ来ますね、でそこで全力を出してどうなるかじゃないですか、ああ そ, です、ね、そこで別にあんまりやなって思われてもしゃあないです、そうですね、まあでも別 の, あのああお客さんで貸し切りやったみたいですね、その日は。で、その人らが買えるかどうかぐらいのところやったから、ああ、まあ、余計に返しだったらいいね、引け越しになる感じやったんでしょうね、うんうん、そうか、そうですね、まあでもだから多分やけど、その、うん、騒ぎにならんように貸し切りできる店みたいなんで探してないんだろうなというふうには思うんですけどね、だからだいぶ大女優と接近という感じやったはずなんですよね、ああまあ惜しかったなというところですよ、はい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 、なるほどな、うん、まあでも言うたってそんな大したことないやろ、ん何が、うん、言うたって、うん、それ多分あなたの今のあなたの感覚でしょ、何かのデータあります、稲森泉当時の稲森泉と一緒っていうデータはあります、それともあなたの感覚です、いやひろゆきなお前。いやじゃないけど今さら今さらだいぶ前に流行ったやつをなんやねん。なかなかいないでしょ、はい、いや今考えされてる、好きな女優誰、今好きな女優誰、好きな女優、ああ好きな女優か、パッと思い浮かべへんな、あそう、ああまあでも大竹しのぶ、大竹しのぶさん、うん、まあ見たばっかやからな、うん、まあでもずっと好きなのは西田直美、それこそ、ああ西田直美、うん、あでも、それで言うと、うん、まあまあ2人とも出てたけどさ、うん、有村架純レベル、俺の感覚で言うとが2人、あ感覚ですか、ね、あなたの、いや最近主演になってたし、俺らも喋ったことあるところの主演にもなってたわ、ほんまに、ほんまに、あほんまに、あほんまか、ああっていう名前が2つ、しかもその2人とも、我々が、ドラマで喋ったことある、ほんま、ほんま鈴木蘭蘭ちゃうやろ鈴木蘭蘭出てたドラマ喋ってないやん、一回もエンタメ君
で名前見てうわって、うん、あこれでもちょっと引け腰なるわっていうような名前で、まあ、続けらないとならんのかい失礼なこと言うな見てましたって言えるよ鈴木蘭蘭やって。そうですよね、うん、なるほどね。そうですね、まあ、だから結構な人たちでしたよ、うん、そうかそうか、うん、しかもだから、その上の世代というよりはまあ今をときめく人っていう感じだったから、うんね、あの結構すごいなっていう名前でしたね、うんうん、まあ惜しくもって感じでした。あそういうことね、うん、今の人たち人ってこと。そうそう今の人今の人今の、主演女優みたいな人っていうのが2人名前連ねてたからだから、うん、あのガタガタ震えるの分かる。そんなんやっても本業は女優なんじゃないんじゃないの。いや別にそうもう無理やって結局あいやそんなことないですね。本業女優でしたけどね。本当に本業女優じゃないんかな、うん、あまあでも有名な人たちですよ本当に。笑い芸人の女性でいったら森三中ぐらい有名なんじゃないですかね。あなんかややこしになったそれで言うと一気に本業女優なんじゃないの振りが何か分からない。いやだからそういうなんかその、はい、まあ女優さんじゃなくてもさ、うん、あの主演クラスの人いるじゃないですか。はいはい、芸人さんとかでも、ね、ああはいはい、あなるほどね。そういうことなんかなとかって大阪やったらねやっぱ多いからさ、はい、芸人さん、うん、まあね、うん、じゃなくてねじゃなくてねはいっていうような人でしたね。だからラモスより有名。ラモスのが有名なんだよ世代によっては。今はラモスより有名。本当？10代の人に聞いてその2人の写真見せた時どっち指差す？ラモスじゃない方指差す。指差す？どっちって言った時ラモスじゃない方指差す。いいんですね本当にまさにラモスの話をしてる時に甥っ子が来たのよ、うん、で、あ今ねちょっとラモスの話しててって言ったら、うんうん、はてみたいな顔してたよなんでまさにその慣れ初めの話とラモスの話を聞いてる時に甥っ子が来たから。ああなるほどな。はいはい、その遊んでた日は、ねうん、飯食ってた日はそうはてみたいな顔してた。今ちょっとラモスの話してようがちょっとこっち来いっていう、うん、言ったら、うん、はてっていう顔はて何がはてやサッカーの人八村塁とどっちが有名かな塁で塁対決ラモス塁と、ねはい、まあねというようなまあまあちょっとだから青春の全てと言ってもいいですもんねあなたの年代からするとねラモスはね、はい、まあそうですね、うんまあ、ラモスと武田は俺の青春の全てと言っていいんじゃないですかね。そうですよ、ねはい、そうですね我々の世代の人間は、まあ、これ聞いてる人も多いんじゃないですか。ラモスと武田は青春の全てやった人は何やラモスと武田どっちやねん一人が青春の全てになることないやろ別に。だから、まあ、2人もないけど、うん、ああ2人滝沢とね、うんはい、キーちゃんですか、はい、まあなあの時はだいぶびっくりしたもんな岡田さんが、うんうんカズと滝沢を外した時はね、うん、あびっくりしたよね、うん、それはね、うん、そうですね、うん、ラモスも怒ってたもんな、うん、まあまあでも岡田さんが結構結果出した感じがありましたよね。いや出してないですよ。出してないですか。あの時あそうなんや、うん、出したイメージあってんけど出してないですよ。そうですか、うん、まあサッカー好きですもんね。まあでもあっこにねワールドカップ初出場、はいはい、そこに行くまでは、うん、あのよかったんじゃないよかったというかね、うんはい、結果出してたと思いますけどね。まあね、うん、でもお店はでもほんまにお店ね、うん、結果出してんの結果兄の店ね、うん、兄の店は別に普通やねんけど、うん、ラモスのが来てほしかったやろな。ラモスやったら緊張せえへんかったやろうな。あんまりそのあんまり緊張感なくいけたというまあそうか来てほしいぐらいの感じで言えたやろ、うん、ラモスっぽいのお前の兄貴めちゃめちゃラモスっぽいよラモスをイメージしてそれ俺の兄貴も似てるよ。まあでもあなたもどっちかさラモスやん。ちょっとラモスっぽいよね、うんうん、ラモスか武田かで言うと二択で言うとなラモスか武田かで言うとお前もラモス。そんなことないよそんなことないことないやろ、うんうん、そうか、はいうん、まあねそういうねちょっとニアミスの1週間でしたよ。だからまあ兄の緊張が伝わってきたのラインから。あ本当、うんうん、ガタガタ震えてた LINE の文字そうあーあーあーってなってた LINE の文字がビビりすぎ。結局年下やろ。せやで、うん、ああ無理無理無理多分緊張する。うんあんまりもう大カッパをおじさんがいい年してほんましゃーないやろ大カッパおじさんやねんが
ビビりやがって、そんな、こちらカッパ兄弟は多分ビビるよそれは。女優ぐらいに。いやいや、まあね、前も多分平成装いながら、まあ平成でもいけそうやけどね、平成俺は大丈夫や、大丈夫そう、普通に喋って、うん、普通に喋って、あのただちびってるだけよね。いやだ多分普通には喋れそう、でもちびってるってだけやつ。ちびらんでしょ。いやちびってるでしょそれは。いやいやいや、それは多分ないんじゃないかな、な感じのイメージはあるけどな、うん、俺多分ほんまにだあれだ、あの、うん、もう、うん、忘れるぐらいやと思う次の日には。ああそうね、うん、この日常にも話すことを忘れてる可能性すらある。ああマジで、うん、そうか、それとか、まあまあ、ちびってるわな。ちびってないよ、ちびってたら一番話すやん話すことになる、うん、そうか、そうね、まあ、まあまあまあ、でも来たら嬉しかったやろうけどな、来たら来たで、まあ、来たらいいじゃないですか、来たらいいよね、だから思い出になるというか、ね、うん、なんかちょっと話題というかさ、はいはい、そのために来てくれたら、うん、飲食店なんかやっぱり何かつったらいいけど、ちょっとねこう宣伝というかね、うん、誰々が来てるだけでもね、だいぶ違うからね、だいぶ違うからな、うん、だから味がもうあの普通以上やったらもうそれでいいからね、うん、何々が来てるってなったら、うん、そこをちょっと箔ついたりするからね、そうですよ、まあ、惜しくもっていう、何々が来かけたわ、あんま意味ないから、あんまないな、いや全く意味ないな、全く意味ない、こうやって弟に知らんラジオで話されるだけやん、そうや、ね、うん、自分も知らんラジオで話されてるだけ、弟に、うん、まやな、うん、LINE の文字が震えてたとか言われてるだけ、バカにされてな、あ、うん、そうなるからね、来かけた、知らないやつにカッパおじさんって言われて、うん、言われてバカにされて、お前なろくなことね、来かけたわ来てこそよ、ほんまやね、ああ、まあまあまあ、でもいつか敵取ってくださいよ。まあね、またいつか敵取れたいね。まあ、ラモ姉ちゃん来たときは。そうやな。別にチャンスでもなんでもないけど、だからラモ。チャンスやな。そうかな。舞台があってラモ姉ちゃんが来てみたいな。その姪っ子が売れたらええやん。ああ、もうでも売れてると思う。売れとんかい、そいつも。だからネットフリックスの配信とかのやつで出て、うん、あの出て、しかも結構重要な役で出てるっぽい。ユリアン。え？ユリアン。ユリアンじゃないよ。今ね、うん、アジャコングさんのやつやったっけ、うんうん、違うんや、ネットフリックスで1位になってたの、ユリアンのやつ、そうかそうか、はい、そうか、それを言ったらよかったね、なるほどね、はい、ええー、な、あ、なんか、まあでもその人は来るんじゃない、またこうあのラモ姉ちゃんと一緒に来た場合は、まあね、まあそれはそれでね、うんうん、いいじゃん、あ、そうね、なるほどね、うん、ラモ姉ちゃんな、まあでもやっぱラモスやな、結局そうやな、うん、ラモス連れてきてくれたら一番いいけどな、一番いいか分からへんけど、うん、カレー食ってほしいもんマサオくんやマサオって人とカレー食ってほしいよラモスが来て、お前の兄貴マサオちゃうんかいな、いや俺の兄貴マサオじゃないな、マサオ並みの名前やけどうちの兄弟全員ステージはマサオ、マサオ、マサシ、マサルみたいな名前うちの兄弟1秒で決めたん1秒で3人分決めたん早く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 マサオ、マサル、マサシみたいな、カン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 おお、ギリギリ決まった母さん、危ないとこだったね何やねんそれなんで長男の時にそこまで決めながらまあでもそうなったのよ、そうかそうか、それにのっとって、うん、まあ、決められた、決められたというところです、ね、せめてこの G だけはなんとかなんで G なかった G だけはなんで G なかったG だけはイージーにしてあげて、ああ俺な、うん、俺イージーやからな、うん、ちょっとかっこいいからね、あの漢字の方で俺の名前見たら、呼んでがっかりよ、ああ呼んでがっかり、呼んだら絶対知られんねんから、うん、あんま見ないからね、あ、そう、漢字の方は、うん、あの俺自分以外知らんわほんまに、うん、漢字はね、漢字の方、ああそうやね、ああだから漢字のままだったらよかった、ね、だからおかんが賢いのよ、ちょっと、ああおかんがあの賢い人やから、だから抜け道をな、そうそう、抜け道をな、カン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 の後抜け道でそれを伝えてくれたという、この漢字を持って逃げなさいいいか、私はいいから、この漢字持って逃げなさい母さんありがとうという状況でしたよ、そうやんな、なんとか
間一髪。何言ってるか分からんやろうけど、本名も言ってないから。まあまあでもね、そういうのありますからね。ありますね。ダサいっつったら失礼やけど。まあまあ、微妙な名前ではありますよ。俺らの年代でもちょっと、ちょっと古い。あなたはそうですけど、はい、そうというか、まあ、知ってますけど、はいはい、兄貴は知らないから、はいはい、だからその兄貴2人も、はい、同族同レベルなのか、そのステージはもうちょっと上なのか、でいうと同じぐらいってことですか。ね、そのレストランの兄貴が一番格上。うんうん、格が上ですか。で、長男は、俺と全く一緒。格は。マサオですね。そうそうそう。マサルとマサオみたいな。ほんまに全く一緒。うん、そう。だから、二つ上の兄はマサヤ。マサヤ。マサヤ。だいぶいかれる。正直言ってマサヤ。だいぶ。マサオ、マサルに対してのマサヤ。ほんま、すごいな。だからレストランの兄貴が一番かっこいい。堂々と歩いたらいいんじゃない。片や弟はこの感情を持って逃げなさい。長男なんか、うん、その感情を持って逃げなさいもないんやから。そうなんや。そうやな。もう G そのまんま。G そのまま。あ、そうかそうか。そうやな。ってなると一番辛いとこやな。そうやね。うん。いやもうほんまそんな感じですよ、うんうん、うちはね。まあでも兄貴ってそういうもんやったりするからな、うん、弟のが不規格非課税の話とか聞いたことあるしな。弟が弟を大学に行かすための学費を兄ちゃんが稼いでくれたみたいな。あ、はいはい、それに近いよね。いや別に近ないよ。名前感謝しかない。名前の話だから別に近ないよ。俺漢字一文字持って逃げたんは兄貴のおかげじゃないよ。母ちゃんのおかげが。母ちゃんのおかげ。そう、漢字一文字持って逃げなさいよ。そうね。まあ、下の方は一緒ですよ。下の方は別に悪くないですから、あのタタタタのあのタタタタのその下の方の感じは悪ないから。ああそのあれですか、3人とも3人とも一緒一緒で、上ね、はい、上が俺はまあダントツでかっこいい、うん、だから漢字だけ見た時に俺が一番かっこいいから。まあでもそれは2番目の方がいいでしょう、マサヤクラスやったら。そうやな、マサヤクラス、マジでマサヤクラスやからな。じゃあもう全然余裕で、マサオとマサオは歯が立たないよ。なんでお前マサシじゃないんだよ。マサルとマサオだぞ。なんでお前だけマサヤなんだよ。マサル、あなたのルはルビーのルよ。黙れ、矢が欲しかった。何やねんそれ、それ。いやでもそういうことやから、結局そういうこと、そういうことってない。ああ、まあビビってたよ、マサヤも、うん、結局だからその大女優2人に。そうやな。ああマサヤもね、気遅れする名前じゃないのにな。そうやな、うん、ああ俺のがまだ気遅れしないよ多分。そうか兄に比べたらな、比べたら、うん、ああ気遅れ、どんとこいがいな。ああどんとこいまではいかんけど、うんうん、ちょい気遅れぐらいや。ああ挨拶いかんぐらいちゃうか、別に、うん、挨拶いかん、挨拶いかん、来たのに。あ、来たの、それただの社交、社交性なしを。カウンターからね、はい、あいよ、あいよ。どうぞどうぞ、お好きに。あいよ、好きにちゃうもん。生で見たかったんじゃないの。ん、生で見たかったんじゃない、そのだから家族のラインは。君は行くつもりなかったん、それ聞いて。それに、うん、あ全然。別に。ほら、ああやっぱ あかんや。あかん、大した人じゃないや。いやいや、まあまあでもそないにね、まあまあでも別に行っても迷惑やろうからね。っていうか行ってあかんやろ。そうかな、ああ行ってあかんやろ。偶然を装って行ったり、いやいや貸し切りの感じでやってんのね。ああまあだから親族やからさ、それはさ、ああ、はい、うん、偶然の感じ装って、うん、やってようかなと思ってみたいな。多分あの嘘臭くなるよ多分。そう、おおおおって聞いてたけど本当にいたってなる。まあでもさお酒ぐらい持ってったらさ、ああそうですか、うん、ちょっと厳しいと思うよ。そうですね、風すごいね。風すごいな。すごいな、うん。下なのにな。なあ。まあ、そういう海沿い。まあ、海やもん。まあね、潮の香りするもん。そうだね。うん、そこは海かも。うん、気持ちいい。こういう。ちょっとでも撮ってる感覚若干なくなるな、これ。ああ、そう。ああ。撮れてる今。
うん、撮れてる？うん、撮れてるよ。あ、そう。何回か見てるから。あ、ほんと。うん、撮れてるな。あ、ほんと。全然。あ、ほんまに。問題なく。問題なく。うん、まあ音質は知らんけど。あ、聞いてないから。ゴーゴー言ってせやけどな。まあそれもしゃあない。あ、相当事務所はそう。はいはい。なるほどな。うん、いいな、でもなんかそういうこう聞いてたらそのなんか俺あんま好きじゃなくてさ。ラモスみたいなやつどっちの話、ラモ姉ちゃん、うん、ラモス、ラモスルイが好きじゃないの？ラモスは好きやねんけどさ、うん、なんかほんまにまさにさ、うん、この間さ、うん、スーパー行ってて、うん、スーパーで、うん、まあちょっと一人でさ、うん、頼まれたものとか結構買ってたのよ、うん、でさ、うん、そこがさもうなんかこう荷物めっちゃカゴにめっちゃスーパーのもう肉とかめっちゃ入れてて、うん、で会計の時並んだ時に、うん、あ、ここカードあかんねやって気づいたのよ、うん、電子マネーもあかんねや、うん、現金のみって書いてて、うん、はいはい、あ、そっかと、うん、まあでもしゃあないから、はいはい、でもどうしようもないというか別にどうしますか、全部こう直していくってスタイルもあるやん、はいはい、元に戻して、うん、もうそのゼロに戻るっていう、で最初のところにカゴを置いて金を下ろしに行くってスタイルもあると思うんですけど、ちょっとそのそれをやるにはあまりにもこうなんだろうな、その次が見えへんというか、はいはいはい、その先の未来が暗すぎるから、ああいやな、もうお願いしますなそう、それをやろうと思うんです、そっちかいな、そっちに行ってかけたんです、はいはい、でも、まあ、一応まあ列は並んで、で自分の番になって結構行列やったから、うん、自分の番になった時に、うん、すいませんと、私はここ現金のみですよね、あ、そうなんですよ、まずちょっとカードしかなくて、ここら辺で下ろせる場所ありますかっつったら、はいはい、もう本当にその店の出たところに、そこに見えてるぐらいのところに ATM がありますとって言われて、あ、じゃあ下ろしていくんで、ちょっとこのままカゴのまま、うん、ちょっと端の方に置いておいてもらえますか、大丈夫ですか、はいはい、あ、全然いいですよっつって置いときますね、こちらに、またじゃあ来たら、うん、言ってくださいって言われて、はいはい、シャーってなって、これはめちゃくちゃ自分のペースじゃないですか、はいはい、そうですね、そう、自分のペースというか、まあ、だから ATM 行って、そう、行ってもうあとは戻ってきてみたいな、普通に払ったらいい、そうそう、それでもう全部なきことになるやんか、なきことというか元通りやんか、でまあお金も下ろしましたよ、はい、で戻ったらまた行列になってんすよ、おーおーおー、でもこれをどうします、これはカットしていけます、その1回並んでて置いてもらってて、俺のカゴは置いてるんですよ、レジンと戻ることもできるけど、はいはい、でももう新規のそのいきさつを知らないやつらがもう並んでるわけです、並んでるんですね、そうそうそう、はいはい、そうですね、俺は、その後ろの予定によります、あー、なるほど、はい、でももう後ろの予定でマジで何もないんやったら並び直すし、うん、なんかあるんやったらもうでもずぶとくいきますね、すまんっていう感じで、すいませんって、あ、もう、あ、すいませんっていうかもう開き直っていくって、うん、でも横入りした瞬間はえってなるじゃないですか、あ、はいはいはい、まあそうか、うん、いや、分からん、その完全に横入りって感じになっちゃうんですか、そう、もう一列で並んでんね、はいはいはい、で、レジは2個か3個あって、はいはい、でも並ぶ行列は1列、で7、8人並んでるって感じ、で自分の荷物はどこにあるの、はその、3つ空いてるところ、レジの1つにも置いてある、1つの3つ空いてるレジ、だからみんなが並んでるうちの1個のところにあって、でその1つのレジのそのお姉さんの後ろに置いてある、はいはいはい、だから、うん、いつでもこう前に出して、はいはいはい、ピッピできますよって状態にはあるんだけど、うん、なるほどね、そう、でも薄いな、でもそれでも結局それは、うん、カットしていくんやったら、うん、全員にその状況を知らせなあかんから、うん、はいはい、下ろしてきましたって言って、はいはいはい、そのなんかそうしなあかんやん、はいはいはい、そしたら、あ、そういうことかって分かるじゃん、じゃないとさ、並んでてとか急にそこにパッと入ったらさ、え、何ってなるやんか、はいはいはい、だからそれはやめで、声出すのもあんまりこうやぶさかだったから、はいはいはい、出したくなかった、だからもう並ぼうと思って、なるほどね、うん、そこは荷物持って、あ、じゃなくて、荷物は置いといて、置いてるからもう取り、それ取りに行けないからさ、はいはい、なるほど、で並んだんですよ、はい、でもこれ問題がさ、並んでてさ、3つに割れんのよ、俺カゴなしですよそのさはい、はい、俺のカゴがないところにさ、どうぞって言われて行った、
3分の1やん、そんなん。いや、まあ、あの、対処法一瞬で思い浮かんじゃうけど。え対処法が。何ですか。いや、後ろの人にどうぞってやったんや。でも、なんでってなるじゃないですか。なんで、あの、僕、カゴあっちあるんですよって。よくわからんなと思って。はい、だからとにかく、はい、自分、俺はそれを思い浮かばなくて、はい、自分の時に、はい、あっこに俺が行くっていう番にならないと、はい、これは困るぞって思って、はいはいはい、で、まあ、こう、順番に数えてたら多分俺これ元のとこ戻れるわ、はいはいはい、あ、なるほどねってなってて、うん、だから3つあるうちのみたいな、そう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 、ここの倍数いったらいいみたいな、そう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 、なんですよ。で、まあ順番にこう並んでて、はいはい、徐々に来て徐々に来てみたいな、はいはい、で、わ、これちょっと順番逆にならないでくれよみたいな、はい、遅いやつがおったら俺全然違うとこ行かされてカゴもなくて、あの、何ですかって なるからなと思って、もうここに並ぶに直しも嫌やし、だからもう絶対このまま行きたいんやと思って、でそしたら俺の番になって、次俺って時に前の俺のところがちょっともたつきやがってんや、で逆の端のところが早終わる感じになって、あ、やばいね、そうで、ちょっとパッて終わって、でももうこっちの俺のとこももうほぼあともうレシート渡すだけみたいな感じになって、ペーンっつって回っとる、ペーンって渡したら終わりみたいな、だからもうでこっち来て、こっちの人がもうこっち見てんねん、もうそのレジの空いたやつが、で行くと見せかけてこう、うんみたいな感じにしてたら、こっちが空いて、おっしゃーってこっち行かせていただきます、はいはい、で行けたんや、そうで、うんって行ったら、はいはい、行ったらよ、でもまあ後ろも並んでるんですよ、行ったら、あのそこで、そこのレジに、俺のちょうど俺が今戻るはずのレジに外国人2人組がギュインって入ってきてん、並ばずに、はいはいはい、で入っていってん、で向こうからどうぞこちらって言われてんの、もうパニックですよ、いろんなことに、はいはいはい、いや、その横入りはあかんよ、まず横入りあかんし、でも俺は俺で別に行けるわけよ、向こうに順番的には、はいはい、関係ないですね、行ったらええやんって他の人は思うやんないですか、はい、俺はそっち行けないの、ここのレジにこだわりがあるから、はいはい、レジに戻らなきゃいけない理由がある、理由があるから、そう、でも他の人は何のこっちゃわからない、どうぞって言われてる、はいはい、でもまずこの でもそれちょっと待ってってなって、すいませんって俺言ったんです、はい、もう声出さなあかんから、その外国人に二人組に夫婦ですよ、なら あの女の人が前男の人、後ろ女の人で、女の人はこっち向いて、まあ何歳ぐらいなんですかね、3、40歳ぐらい はいはい、あの外国人夫婦なんですけど、こっち向いて並んでますから、すいませんって言ったんですよ、ほんなら、あ、はいみたいな、もうあっち行けみたいな感じで、最悪やので次のどうぞこちら空いてますんでどうぞって俺は言われてて、はい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 、で後ろの人も行けやみたいな、どうすんのみたいな、いやでも俺はちょっとすいませんっつって、いや並んでるからこれ見て並んでるからってやってんすよ、で横入りダメよの、そうそうそう、並んで僕ら並んでるでしょって、で奥さんがまたこっち見て、はいはい、ああもったみたいな、ああみたいなされて、でどうぞいこっち空いてるってどうぞみたいな、はいはい、でこのでも横入りしてることもあかんやん、そもそも店からしたら、まずね、でそこを注意しないのも、まあ、あかんというか、もう注意してくれよ、あかんやん、まあそもそも、でそのレジの人も俺がここに来たい理由わかるやん、そうやな、本体レジは、そうやな、うん、で違うレジはさ、俺がなぜここにこだわってるかわからへん、そうやね、で後ろに並んでる人たちも知らない、でも全部に対して腹立ってきて、もうさ、ピッてやりだしてんねん、あそうなんや、外国人の人は、でそれをじゃあ待って、ここで、あもうちょっとここのレジの用あるんで、もう先行っちゃってください、あっちって言えばいいんだけど、もうそれも込みでもう全部できなくなって、俺は、はいはいはい、頭がパンクしてもうて、はいはいはい、もうあのカゴ、その前の外国人のカゴを取り出したんですよ、俺はもう、あそうなの、はい、もう入っていったんですよ、もうレジに、はいはい、ですいませんと、並んでるから見てみって言って、もう引きずり出したんですよ、ああ男の方、はいはい、並んでるやんって言って、もう言って、でこっから入ったやろって、並んでるやんって言って、だからこれあかんやんって言ってなら、その男の人がめちゃくちゃびっくりしたんですよ、すみません、ああそうなんすみません、だから並んでるって知らんねん、ほんま知らんかったね、男は、ああ、はいはい、本当に、じゃあめっちゃびっくりして、めっちゃびっくりして、女の人の方はずぶとい感じ、女の人は何回も言ってんのにナンパされてるがごとくずるもう、はいはいはい、って言ってて、手でもうあっち行けみたいなやってて、で結局その人たち、もうピッピやってたけど、レジを
なしにさして。なしにして。そう。あ、でも日本語喋れんねんな。いや、なんか、喋れてたというか、なんか、ジェスチャーで、状況が分かった感じで、まあ、すいませんっていう。すいませんっていう感じ。すいません言えんねん。なんか、すいませんだったのか、ごめんなさいやったのか、はいはいはい、総理やったのか分からんけど、はいはいはい、とりあえず謝られて、俺、もう熱くなってたから。はいはい、うん、まあでもめっちゃ怒ってるやつおる。で、めっちゃ並んでる人たちいる、うん、自分たちがやった、うん、分かるよね。絶対分かる、絶対分かる、絶対分かる。あの絵で見て分かるクイズよね。あのほんまにどういう状況でしょうって幼稚園の子に聞いても分かるぐらいの感じやもんな、うんうんうん、そう、うん、そうなんですよ。はいはい。で、ああ、結局その一番後ろの列の一番後ろまで行って、ああああで俺は、うん、まああの会計を、はいはい、さっきのやつです、ああ俺です、 ありがとうございますって言って、はいはい、ああでも取っといてくれたそいつはめっちゃいいやつやと思ってんけど、ああ俺の見込み違いやったわと思って、ああ俺の目の前で横入り外人のやつをピッピし出すなんて、ああ、はいはい、なんて情けないやつだこいつと思って。はい。まあね、そうなんですよ。レジのそうか、女性やったんですか。女性でしたね。だからもうなんか、うん、これをねもうちょっとうまくねスマートに解決したかったんですけど、あ、はいはい、結局なんかうまくできなかったんですよ。あ、なるほど、ね、どうしたらよかったんかなと思って、うん、で結局そうやって大声出してさ、はい、みんなに見られてもうてさ、なんか騒いでるなみたいな、でなんか外国人に文句言ってるなみたいなするんやったら、はいはい、最初からさ、あのすいませんっつって、あのお金下ろしてきましたっつって、そこに行ったら、あ、じゃあ次、そこいてください、並んでくださいとか、はいはい、手に言われて、はいはい、すいませんとか言って、はいはい、あ、そういうことかみたいな感じした方が、何ら目立つだ、目立つとしても同じ目立つでも、あの、なんだろうな、バカ目立、あの一瞬だから失敗目立ちさん、そうやね、うん、はいはい、ちょっとだから、あ、そういうことがあったのって、うん、全然一瞬で理解できる目立ちが一瞬だけあるだけやもん、うん、そっちの方がええわと思う。じゃなく長いこと意味不明の行動をして外国人に怒り出したやつという目立ち方、そうやね。でその挙句なんやと思ったら、お前金持ってなかったん、金下ろしてきたやつかっていうね、はいはい、そのカゴをそこで受け取って、なるほどね。だからもう結局そうなるんやったら最初からすいませんって言っとけばよかったよ、はいはい、まあね、うん、まあそういう、なるほどなるほど。だ隠れてそう目立たないように目立たないようにって生きようとするか、うん、生きるというか目立たないようにしようとしても、それやったら最後まで目立たないように突き通さなあかん。俺はその関係ないレジに行って素通りして帰ってまた後ろ並び直すっていうゲームみたいな行動を取るべき。俺も途中テレビゲームの話してるかなって思った。テレビゲームのこと聞いてるみたいな。なんでなん。俺はこっち行ったらこうなるねみたいなことってさ。テレビゲームの話みたいな。そうやな。目立たないこととなんかそのところがね一致できないというか。はいはい。まあある。まあな、うん、めっちゃ嫌やねんな。しかも外国人に文句言うのってマジで嫌やねんな。そうやな、うん、これがラモスやったらええよ、日本語わかるし。いや、そうやな、うん、そうね、うん、いやラモスはでもそもそもそんなことしないよ、基本的に並ぶよ、うん、でも気づいてないからさ、まあ気づかんかったね、うん、その人別に悪ないねん。そうやね、あの奥さんは嫌やけど、うん、あとごめんって感じ、うん、そのラモスやった場合に、うん、そうね、うん、そうそうそう、まあ外国人からしたらその3つ空いてて、うん、ちょっと離れたところに、ま、あのその三股になる感じになってグーって並んでるから、ああ日本人やったらそれ理解できるけど、ね、そう、あれ知らん、あれないねんな。そう、知らん人はさ、ああもう、あ、空いてるやんここだけ、ああなんで真ん中並んでんのみたいな感じでフィッと行っちゃうというかね、ああ外国の人。俺バリの、スターバックスでそれで外国人と揉めたわ。ああ、はいはい。俺が日本ルール取って、うん、真ん中並んで3つレジやって、ああ、はいはい、でスイって言って、うん、ちょっと横入りって言って。ここここって、うん、俺一人しかおらんの、うん、そこには、うん、まあ知らんもん、知らんもん、なんか「OK?」って言われた。OK ちゃうねん。ちょっとでも口論になっちゃって、みたいな。まあでも結局譲ったけど、ああでもまあなんかそっちが多分言ってることは分かるって思って、うん、でもそれにしてもさ、それにしてもじゃん、ああそれもさ、ああそんなんずっと並んでたやつ先行かしても別に、ああ己は後で来たわけやから損ではないやんっていうね。そうやんな、うん、ああだからその考え方にならへんのかという、ああ得したら宴会みたいなね。そうやね、うん、確かにね、それはちょっとでも、うん、そうやな、引きにくいな、ああまあ俺の状態は俺がそもそも正しいから、ああもっと引かれへんねん、引かれへんかってんけど外国人にいなされても。そうやね、うん、ああいやそれはちょっとめちゃくちゃ腹立つ話やもんね、まあ、そのまま行かれると。そうやね、さすがにちょっとなんかこう、うん、
でもカゴまで持ち出すとさすがに向こうもね、ああ、うん、そうやな何事やってなるから、ね、分かるね。でも結局でも外国行ってもジェスチャーと状況で何言ってるか分かったりするな、うん、まあそうだね、ああ、いや OK ってなんかその、うん、そいつがなんか身振り手振りで言ってきた時に、うん、あ分かってもうたわ、あ瞬間ね、そうそう、あもう、あもう分かってもうた、そういうルールやと、ああでもそうなんだよな、結構、うん、強固なんやろうなこのルールはみたいな感じになったもんな、うん、そうやな、ああいやまあまあそれは思うけどな、うん、いやまあそうか、うん、ちょっと変な人扱いというか途中受けて、いやだからそれがな、うん、後悔というかやっぱ最初から行かなあかんよなと思って、それやったらまあね、が一番楽、そう、人から注目される勇気をさ、ああ持ち合わせてないからさ、ああ勇気というか嫌だからさ、ああ、まあ、それがだからそれをこう自分の弱点をさ、ああこう隠すというか、ああ嫌なことをしないっていうふうに一個何かがこうまとってるやん、ああ一個まっとうな判断をできてない神経が崩れてるやん、ああそもそもって言うと今いろんな言葉言ったけどなんかすげえな今のつなぎ合わせたらまっとうな人間のやることではないやん、ああそもそもその目立ちたくないっていうのがはい、はい、それ完全な俺の個人のさ、ああ勝手な事情やから、ああそんなことでさ、ああのなんだろうな、自分が遅れても、ああの別に遅くなってもええわって、目立つよりはこっちの方がええわ後ろ並ぼって、これはもうほんまに俺は最低な人間ですよ。いやまあ別にそれで、うん、あの最後まで通せるんやったらいいけど、通せるんやったら、でも結局そこ通さずに、あの間違ってることは間違ってるって言いたいんやったら、ああそこを筋通せんやったら最初から行けやって。だってそこで俺が先に会計するのもさ、ああ筋的には別に間違ってないじゃん、一回並んでるわけやから、まあ一回並んでるもん、自分としては、はい、で置いてるわけやから、はい、事情が上がれば後ろの人も あそういうことね、はいはいはい、あの行って戻ってきたんだね、ああっていうことは分かるから、別にそこでおかしいでしょって来ないじゃない、はいはい、そうです、ね、うん、だからそのくせにそれをやる勇気もなく、ああ俺が並べば済む話、はい、っていう感覚やったくせに、はいはい、外国人の得は許せないっていう、ああまあね、うん、そうやね、カゴ持って並び直しゃ良かったかもしれないけどね。じゃあ全然違うとこ行かされるやん。いやだからカゴ持って並び直しが別にいい。ああいやカゴはねレジの中にあるからもう取られへんね。取られへんね。うん、ああそうかそうか。なるほどね。そうそう、そうやね。まあでも一回並んでるから確かに取る、まあそっちで行く権利ありやん。そうあるのよ。だから普通に行って。ああだからすいまへんでいいねんな。うん、そうそれでいいんですよ。はいはい、なるほどなるほど、うん。まあそうするんじゃないですか、すいまへんで。でしょ、ああだそれをやりたくない理由は、ああ俺個人の他人から1ミリもチラリされたくないっていうなるほどね、うん、すいまへんがなくても別に一瞬んって思われてもレジの人がカゴパッて出した瞬間に誤解は解けんねんけどな、まあでもずっと見ててくれるわけじゃないからさ、ああ、うん、まあな、そうだから手上げていくかねなんて何も持ってまへんでレジに行くけどっていうね、まあね、でもまあ喋るのが一番楽やろうけどね、すいませんおろしできましたありがとうございますっていうのね、そうやね、うん、ちょっと声張ってね、うん、でが一番いいやろうな、まあね、でいいですかこの後って言ったら、はいはい、多分ああ大丈夫ですよって言われると思う、そうですね、なるほどな、うん、まあまあでもまあちょっとラモスに学ぶことは結局多いんじゃないないよラモスから学んだやるやろ別にラモス今出てきてないのその話で、実は名前しか登場してない、実はかいな、うん、ラモス出てきてないのまあね、うん、ということで、はい、まあここのね、ああ日常ラジオでは、ああ毎週日曜日にこちらの外から、はいはいはい、あの配信、はいはい、配信というかお送りすることもありますよ、送りすることが、はい、今後基本になってくるとは思うんですけど、はいはい、そうですね、まあこういうゴーっていう音もね聞いていただいて、雨の日はザーっという音を聞いていただいてね、人の声とか ね、カラスの声とか、はいはい、いろいろありますけど、そうですね、大阪を感じて、水の都大阪を感じてもらえればと思います。そうですね、西の人だり迷惑かもしれないね、こんな大声で喋って、そうやな、こいつらめっちゃ盛り上がったんだって思う、そうやな、いやさっき釣り師の人通ってたけどそう思ってたはず前から見えてなかったけどお前がでっかい声で俺スーパーでこうやん言ってる時にそうやな、どんだけこいつはこいつに話したいんやその話いや本当になその感じ、俺の角度からだけ釣り師の人見えてたから恥ずかしいよ、うん、聞いてる側がなんか恥ずかしくて、このおじさんはこのおじさんにそんなにその話をしたいそう声を抑えてって思いながら聞いてたけど使
少し声のトーンを抑えて熱いちょっと間ぐらいの感じにして撮ってる時と本当やな思いつつ聞いてましたね。ずっと声張ってるからな。はい、そうっすね。はい、またね、あの生配信の方も時々ここでやってたりしますね。そうですね、はい、はい、よかったら見てください。青空配信をね、青空配信をね、ニコニコチャンネルプラスの方でもやってますんで、はい、よかったらそっちもね、はい、見てください。はい、ではではまた来週、はい、この時間にお会いしましょう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。